スタジオリバーサイド。こんばんは、ギタリストの竹下敦史です。ギターをね、買った時にサービスで、オーガスティンのシルバー、なんだろう、これゴールドっていうのかな、ゴールド、これ知りませんでした。こういうあのオーガスティンにこのグレードがあること、いつも赤使ってるんですけど、黒があることは知ってました。黒はね、ちょっと柔らかいんだそうです。使ったことがなかったんですけど、今回このゴールド、インペリアルって書いてあるから一番いいグレードなのかな、を、使わせていただいたんですけど、ちょっとね、面白い音がします。具体的にどういう音かっていうと、この辺のちょっとね、硬い音がしますね。で、実際弦もやっぱりちょっと硬いです。で、この部分見えますかね、黒いんですよ。で、なんだろう、これカーボンが入ってるのかな、多分ちょっとこうテンションもね、普通のレッドよりは強めっていうか固めになります。だからこうサウンドホール付近でねって弾いても、そんなに音がなまらないし、こっちのブリッジ付近でって弾いても、変化がないって言えばないですね。で、必ずこういう風に、まあ、斜めに弾いたりとか弾いていくと嫌な音がする部分って必ずあるんですけど、それがないですね。平均していい感じの音が出る。いい弦だと思います。ちょっとお値段の方が高いので、普段使うにはちょっと高いかなと思うんですけど、これで結構長持ちしたら、これ使い続けてみてもいいかなと思ってます。そんなわけで、結構このブルガリアのギター気に入ってます。はい、それではまた。See you soon. This is...